ウィリアム・ヒューレットとアラン・トリップ。1993年、ウィリアム・レディントン・ヒューレットは、ヒューレット・パッカードの共同創業者。アメリカ合衆国の起業家、事前家。ビル・ヒューレットとも、アメリカ合衆国、ミシガン州、アナーバーに生まれ、3歳の時にサンフランシスコへ移住する。1925年に医師である、父アルビオン・ウォルター・ヒューレットを脳腫瘍で亡くす。 1930年スタンフォード大学に入学。1934年学士号を取得。1936年マサチューセッツ工科大学で電気工学の修士号を取得。1939年スタンフォード大学で電気工学の学位を取得。スタンフォード大学で同じ工学のクラスの生徒であったデビッド・パッカードと知り合う。 二人は1937年8月に会社創設について協議し、1939年1月にヒューレット・パッカードを設立した。最初の製品はヒューレットが大学在学中に開発したデザインに基づいたオーディオ発信機であった。工場はカリフォルニア州パロアルトにあるパッカードの車庫で、資本金は538ドルだった。 第二次世界大戦中は陸軍信号参謀総長や陸軍省特別爆僚の新機開発部門の電子技術科の責任者を務め陸軍時代後半には終戦直後の日本の産業を視察する特別チームにも参加した1947年パロアルトに戻ってから間もなくヒューレット・パッカードの副社長に任命される1957年に 上級副社長に選任され、1964年から1977年まで社長を務め、1968年から1978年まで最高経営責任者を務めた。1983年まで経営委員会委員長を、1987年まで取締役会副会長を務めた。1966年、妻フローラと共に、 事前団体、ウィリアムフローラ・ヒューレット財団を設立し、1994年まで理事長を、2001年まで名誉理事長を務めた。1994年にシンクタンク、カリフォルニア公共政策研究所の設立を支援し7000万ドルの寄付を行った。1983年、当時のアメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンから、 アメリカ国家科学賞を授与される。1995年、パッカードとともに、レメルソン MIT 賞を受賞。2001年1月12日、老衰のため死去。87歳。ありがとうございます。